はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます、えー、今回はね歌声解説というよりかはちょっと一個ね質問をいただきましてなるほどなというのがありましたのでちょっとお答えしていこうかなということで、えー、まずコメント読みましょうかこれはね 美智子さんという方アルファベットで MICHIKO で大文字ミチコさんねありがとうございますサイガさん TravisJapan にハマっていただいて嬉しいです私も本当と聴くことができて楽しんでるんですけど「トラジャの曲はどの曲も中毒性があって何度聴いても飽きないからデビューからリリースされた曲は毎日聴いていますよと」と、うん、だから再生回数にも表れているのかなと。なるほどね。えー Moving この間ね解説をさせていただきました。は他のシングル曲とは違ってクールな感じですねとそこがまたいいんですと音が下るって難しいってサイガーさんの解説ってそうなんだと、ね、そういうふうに思っていただけたら嬉しいですね「えー、トラジャー」の曲を家で流しながら歌ってますがデビュー曲の頃は高い音出なかったのに最近は歌えるように素晴らしい歌ってられるだんだんねみちこさんも声が出るようになってきたそしてサイガーさんに質問ですがこっからです えー「日本語と英語で発音で使う喉が違う」と聞きました「歌う時の違いは?と」とボイストレーナーのサイガさんの解説をお聞きしたいですということで、えー、質問をいたただきましたこれねあの日本語と英語で発声で使う喉が違うというふうに書いてくれてますけれどもこれ厳密にはですね鼻の奥だと思うんですよね。 ビクというふうに言ったりしますけれども、まあ、プロの方たちも,もちろんトラビスジャパンのメンバーの皆さんもそうだと思うんですけど綺麗な声の響き出ますよねあれっていうのはね普段私たちが喋るときは喉を使って言葉を出すことが多いですけど綺麗な響きで歌う方たちというのは実は普段使う喉を使わずに鼻の奥先ほど言ったビクというねところに響かして出すことによって すすごく綺麗なな歌声が出るるようになるんですねだからもうちょっと言うと喉をあんまり歌うときは実は使わない方がいいんですよ。なのでちょっとここはね発声で使う「喉が」というか「響きが」というふうに言葉を変えさせていただいて解説をしていこうかなと思うんですけど日本語と英語でもちろんね言葉の響きが違いますからその響きが違うというのは確かにそうだと思います。うん、で何が違うのかというと。 これれ私が実は英語を全然喋るわけじゃないのであの知識としてレッスンでよく生さんにお話をしているだけではあるんですけど鼻の奥に響かせる声っていうのはあの口の,この中の空間というのがねすごく広い方が「あ」ってなりやすいあで。しかもそれは口がこうあっから広いというよりかこの中の話なんですよね。この 中ってこうパカッと開けることができないので難しいんですけどで、この中に響かせるのにいい音というのがそのさっき言った口の中の空間が広い音で、この口の中の空間が広い音っていうのが日本語の発音には基本ないんですよあいうえをかきくけこうさしすせそだその鼻の奥とか口の奥を自然と開いて出すような言葉が実はないんですよね まないいと言われているんですよねじゃあ英語を見た時にどうかっていうと英語には R という発音があるんですよ急にダジャレみたいになりますけど R という発音があるんですよでこの R という発音私はま英語喋れないですよ喋れないですけど知識として、えー、ラリルレロ人,人間で言うじゃない日本語で言うラ行ラリルレロっていうのも、まあ、R でも L でもここま英語とね日本語に難しいところですけど ラリルレロっていうのは日本語では L なんですよねあれは。で L のラリルレロは下の先っちょベロですよベロの先っちょが上の歯の奥に触ってからラリルっていうのが日本語のラ行。でさっき言った R の英語の発音っていうのはこの下が触らないんですよね触っちゃうと L になっちゃうので触らずにここの まあ下の先っちが空振るというか、まあ、空振るというかー触らない状態で止まってるこの空間が広いんですよねでこの発音が英語には自然とあるけど日本語にはないで外人さんたち英語をしゃべる方たちは常にその R はねたくさん言葉で出てくるので使っているでそこプラス鼻の高さがまあこれ人にもよりますけどやっぱりこうアメリカの、ね、方たち 結構鼻高いい方多ですよねそうするとその鼻腔の奥というのが広いわけですもう物質的にもう構造的に骨格的にでよりその R がいるから声が英語の人って響きが強いんですね深いというかだからたまに日本で電車とか乗っててあの外人さんたちがこうお話しされてる声って大きく聞こえませんあれ音量も大きく聞こえてますけど響きが大きいんですよね ハハハハハハみたいな。これ今下の根っこを上につけないでさ、笑ってるんですけど、あハハハハハっていうより、ハハハハハってこの中で響く感じ、ちょっと違いわかりますかね。この音が自然となる出方っていうのが、多分このミチコさんが今言ってくれてる英語の発声で使う喉、まあ響きということだと思うんですよね。で、日本語で歌う人たちっていうのは、別に悪いわけじゃないけど、もうちょっとこう。 空間が狭いのでベチャーっと「あ」と大げさに言うと「あー」英語の場合はこの空間が広くなって「あー」みたいなちょっとこう「あー」ーワイドになるというかだからそこがどうしても違ってくる、まあ、違ってくるる傾向があるってことうこですね、うん、だからすごい分かりやすくというか例を挙げて言えば、えー、ホイットニー・ヒューストさんがね あのボディーガードの曲で「えああみたいなの出ないですあなた方も,もちろん。であれって「ああ」って言った時のもう声の響きふわってすごいじゃないですかなんかもう近くにあるものが空気の振動で揺れてるんじゃないかっていうぐらいのあれもやっぱりこの骨格とその口の中の奥特に空間ねそして鼻の奥の空間が広くなっている感じなんですよね。 で日本人だからそれができないってことはないですけどどちらかというとあの響きの深さというのはなかなか日本の方ないので今回美智子さんが書いてくれている日本語と英語で発音で使う喉が違うと聞いたその違いというのは多分口の奥のの奥空間の違いいだと思いますねうんでもじゃあトラ a スジャパンが歌ってる時の歌声はどういうふうに私は聞こえてるかっていうとちょうど。 うまいこと中間ぐらいっていうのかな？日本のまあ、全体的にですよ。まあ、平均的にポップス歌われてる人の声よりもまあ、7人。それぞれ人によっても違いますけど、声の通りはね。比較的やっぱりいいんじゃないかなと思いますよ。トラベルジャパンの皆さんねで、やっぱり英語がもうね。向こうでこう。 えー、住んでいる時期も長かったと思いますし。もう英語で歌われている歌詞も、私は英語喋れないのに偉そうになんですけど。しっかりと英語で歌われている。あの声の響きに聞こえてますので、やっぱりその R の発音がいることによって、その響きが自然となっているというところは。きっとあると思うんですよね。うん、まあ、でも、ここはね。えー、私はまあ、歌の。まあ、専門なので、その発音というか、特に英語に関してはね、全然喋れるわけじゃないんで。あんまり偉そうに言えないですけど、ただ。 響きということに関して言ったらそのね奥の空間なんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、これがね少しでもなるほどというまあヒントになっていただけたらいいなということで私は今回ね美智子さんのコメントの質問に対して、えー、お答えをさせていただきました。まあ皆さん書いていただいたものにね全てお答えするとなかなか正直難しいとは思うんですけれども今回トラ a v i s j a p のねお話とまあ絡んだ、えー、なるほどなというようなこう質問であったので。 えー、皆さんのコメント全部読まませてていいただいておりますしね、えー、今回はまあちょっとねイレギュラーな感じではありましたけれどもちょっと詳しく皆さんね TravisJapan のことも教えていただいてますし今私もちょうど聞き始めたところだったので、えー お話子さんねコメントいただきましてそしていつも見ていただいて本当にありがとうございます。ということで今回はこんな感じで特別バージョン日本語と英語で発音で使うなどが違うときまして歌う時の違いはというご質問にお答えする動画最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。